萩野公介は、栃木県小山市出身の日本の元競泳選手。リオデジャネイロオリンピック400メートル個人メドレーの金メダリスト、200メートル個人メドレーの銀メダリスト、4×200 メートルフリーリレーの銅メダリスト。ロンドンオリンピック400メートル個人メドレーの銅メダリスト。父は満員電車が苦手で、栃木県小山市に移り住み、母は萩の出産前からマタニティスイミングを行っており、赤ん坊の頃から水を一切怖がらなかった理由ではないかと考えている。萩野は小学校1年の夏から小学校2年の終わりまで父親の仕事の都合で、愛知県名古屋市に在住していたことがあり、名古屋市中村区のスイミングスクールに入るが、そのスクールの入校条件が、自由形、平泳ぎ、バタフライ、背泳ぎの4泳法を泳げることだったため、萩野は必死にバタフライを練習したという。萩野自身は、名古屋時代がなければ、今の自分はいないと語っている。名古屋から小山へ戻ってみゆきが、県スイミングスクールに入り、そこから本格的に競泳選手コースへ進んだ。作新学院高等学校に進学した2010年の第86回日本選手権水泳競技大会の男子400メートル個人メドレーで2位に入り、その年に開催されたパンパシフィック水泳選手権日本代表に選出される。2011年4月、世界水泳選手権代表選考会を兼ねた国際大会代表選手選考会兼審査チャリティ大会は直前で体調を崩して出場を断念している。2012年4月2日、第88回日本選手権水泳競技大会初日の男子400メートル個人メドレーに出場、日本新記録をマークし、この種目でのロンドンオリンピック日本代表に決定。男子競泳における高校生でのオリンピック出場は、萩野自身も尊敬する2000年シドニーオリンピックの北島康介以来となった。そのロンドンオリンピックでは予選1位の記録をマークし決勝進出。決勝では記録を大幅に更新し日本新記録でマイケル・フェルプスに競り勝ち、3位に入り、男子個人メドレー種目では日本人選手で初、高校生選手では56年ぶりのメダルとなる銅メダルを獲得した。200メートル個人メドレーでは5位入賞を果たした。2013年4月、東洋大学文学部へ進学。4月11日、大英プロビスフェニックスプールで行われた第89回日本選手権、水泳競技大会の男子400メートル個人メドレー決勝で日本新記録を出して優勝。2日後の4月13日には男子200メートル個人メドレーでも日本新記録で優勝。男子200メートル自由形、男子100メートル背泳ぎ、男子400メートル自由形と合わせ、日本選手権水泳競技大会史上初の5冠を達成し、同年7月20日からバルセロナで開催される世界選手権の代表選手に選出された。その世界選手権では400メートル自由形及び200メートル個人メドレーで銀メダルを獲得した。他にも200メートル背泳ぎ5位、400メートル個人メドレー5位などの結果を残した。一躍、日本競泳のエースに台頭した。また、同大会で400メートル個人メドレー、日本初の金メダルを獲得した少年時代からの萩野のライバルでもある瀬戸大也をはじめ、萩野の世代には実力のある選手が多数ひしめいている。この状況を踏まえ、2020年の東京オリンピックでは2013年9月時点、メドレーリレーで唯一、失格以外での勝ち星を挙げられていないアメリカに勝つことを目標にしていると公言し、当時の取材陣を驚かせた。2014年、仁川で開催されたアジア大会では金4個、銀1個、同2個のメダルを獲得し、日本人では3人目の大会 MVP に選ばれた。金4個は200メートル個人メドレー200メートル、自由形、400メートル個人メドレー800メートル、フリーリレー、銀1個は400メートル自由形、銅2個は100メートル背泳ぎ、200メートル背泳ぎで、それぞれ獲得した。2015年7月、自転車事故で右肘を骨折し、世界水泳の出場を断念した。11月の SC 招待記録会で復帰。2016年、リオデジャネイロオリンピック男子400メートル個人メドレーで4分6秒05の日本記録を出し、この種目として日本選手初となる金メダルを獲得した。また、同種目で瀬戸大也が銅メダルを獲得し、競泳でのダブル表彰台は60年ぶりの快挙となった。また、平成生まれの日本人として、夏季五輪初の金メダル獲得となった。続く男子800メートル、フリーリレーで松田丈志、光元騎士、小堀勇騎と共に、銅メダル獲得、東京オリンピック以来52年振りのメダルとなった。個人種目最後となった男子200メートル個人メドレーでは、マイケル・フェルプスに続く第2位となり、リオデジャネイロ大会で自身3個目となる銀メダルを獲得した。11月、紫綬褒章を受章。9月、前年に骨折した右肘を手術した。大学卒業後は、プロスイマーに転向し、ブリヂストンと所属契約を結ぶ。また北島康介が代表取締役社長を務める株式会社インプリントとマネージメント契約する。2017年世界水泳選手権では200メートル個人メドレーで銀メダルを獲得した。2018年パンパシフィック水泳選手権では400メートル個人メドレーで銀メダル、200メートル個人メドレーで銅メダルを獲得。同年のアジア大会でも200メートル、400メートル個人メドレーで銀メダルを、400メートル自由形で銅メダルを獲得した。しかしタイムは伸び悩み、2019年2月のコナミオープン400メートル個人メドレーの予選では自己ベストよりも17秒も遅く決勝を棄権した。指導する日本代表の平井伯昌ヘッドコーチは原因について体調かメンタルなのか、総合的なものかもしれないが、本人はわからないと言っていると話した。翌月の海外合宿への不参加及び4月の日本選手権欠場を発表し、その後病院で診断を受けたが、異常は見つからなかった。8月の FINA スイミングワールドカップで復帰し、200メートル個人メドレーで3位に入った。2020年東京オリンピックでは、競泳男子800メートルリレーに、柳本幸之介、松本克央、高橋幸太郎と出場したが予選でのタイムが7分9秒53で全体の12位となり、準決勝には進出できなかった。大会終了後の8月24日に現役引退を表明。萩野が目標とする選手の一人にマイケル・フェルプスを挙げていることと、後述の活躍ぶりから和製、フェルプスとも呼ばれている。瀬戸大也とは幼い頃からのライバルであり、友人でもある。2019年9月1日、シンガーソングライターの美和と秋に結婚の予定、美和は冬に出産の予定と報道された。2020年1月2日、萩野から第一子誕生報告が報道された。この性別や時期は非公表とのこと。すべて長水路のものであるとともに、オリンピック種目である。ありがとうございます。